礼しました。皆さん、こんにちは。マイクです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は、食べれるマスクをですね、食べれるマスクを考案しましたので、動画にさせていただきました。この食べれるマスクはですね、簡単な材料だけで作れますので、ぜひですね、真似していただいて、ご活用いただければと思っております。まず使う材料ですけども、ダイソーさんで売ってます、このマスクを私は使いましたが、いつも皆さんが使われているマスクで大丈夫です。このような感じですね。大きさは特に指定とかありませんので、まずマスクを一つご用意いただいて、それとですね、クリアホルダー、ダイソーさんで売ってます。10枚でですね、110円です。これを使います。それと、あとですね、マスクとクリアホルダーを、接続するんですけども、くっつけるときに使うのがこちらの普通のホチキスです。それとあとはハサミですね。いつも使ってるハサミで大丈夫です。こちらの4点を使ってこの食べれるマスクというものを作っていきたいと思います。それでは作り方の方をご説明させていただきます。はい。まずはですね、このクリアファイルを取り出して、ですね、この右端の方がついている状態のものですね。それ反対側がこうめくれるものです。こういう形で、もう形式はあまりとらわれないでくださいね。とりあえずですね、私の考案したものを紹介していきますので、このようにですね、クリアファイルの右端の方に、ちょっと、そうですね、1センチ弱ぐらいですかね、ちょっと離してですね、両端を離した状態で、ここでですね、ここの周りをですね、切っていきます。これも大体でいいので、もうこのままハサミをこう、ちょこんと、ここから、もうそうですけど、ちょこんとで、ここが交わるような形でですね、もう本当に大でいいんです。いいので、ジョッキと、どのぐらいですかね。こちらもですね、印をつけたところで描けてですね、これも本当に大体です。本当に大体なんで、定規で測っていただいても結構ですし、大体ですね、こういう感じですね、ぴょんと。で、これがですね、一応マスクケースの代わりになります。で、ここの端っこの部分がちょっと危ないので、こう丸みをつけて切ってあげて、さらにですね、1個、どちらかの端をですね、さらにもう一回り小さく円をでやってあげますと、このマスクを出し入れするときにこうペロッとめくりやすくなりますので、ただそれだけでここの R の部分をですね、ちょっとこう寸法を変えてあげるっていうような形ですね。既存のマスクはですね、こういうところに切り欠きが入ってたりするんですけど、これもめくりやすくするためだと思うんですけども、私の場合はここの隅だけをとサイズ違いにして R をつけてあげる、そういうことでですね、マスクケース、まず出来上がっちゃいます。それでですね、本題の食べるマスクですけども、こちらはですね、この使うマスクをですね、まず半分にこのように折ってください。半分に折りました。で、半分に折りましたら、マスクケースを取り外した後の残った部分の、こちらの右側の部分に、こう
マスクをあてがいます。あてがうときにこういう形ですね、こういう感じあてがいます。で最終的にマスクの上側にファイルが来るもんですから、それを見越してですね、若干こちらの隅の部分、右隅の部分をちょっと隙間を空けてあげます。そしてですね、このマスクの左側のこのマスクのこのここの位置ですね、この位置に沿って切り離します。これもですね、ハサミでちょっと印をつけてあげて、あとは平行に切ってあげます。ちょっと切れました。で切れましたら今度こちらですね、ここの左上端ですね、こちらの方をですねちょっとこう丸く、そうですね、1センチまではいかなくても、こう尖った部分がないようにこう丸く切ってしまいます。こんな感じですね。で開きます。開くとこういう感じになります。そこでですね、マスクの上になる部分をと、そこからこちらの切り離した部分、クリアケースのこの部分のこの丸い部分ですね、こちらを下に持ってきて、で 上になる部分を上にした状態でマスクにこう重ね合わせます。マスク入れちゃいます。そうすると先ほどここのところがですね、ちょっと隙間を空けてくださいって言ったのは、最終的にこちらがですね、マスクとつらい位置に近くなるように逆算して、そのように申し上げたような状態です。でここまでくればあとは接続に入ります。マスクを開いていただきますですね。でこちらが表になっている、こちら裏、本来顔が当たる部分ですね、顔が当たる部分なんですけども、こちらをですね1回2回とこのような感じで3つ折りにしてしまいます。そしてですね、こちらのマスクをクリアケースの部分を先ほどこう当てがったようにこういう感じで クリアケースの中に入れてしまいます。そして最後にこちらの三つ折りにしたマスクとそれからクリアケースをですね、ここでで一番肝なんですけども、いいですか、こういう感じ、こういう感じですね、斜めになるようにですね、ちょっとずらしてあげます。これ斜めにすればするほどですね、唇とかに直接当たらないようにできます。そしてですね、こちらをこういうふうに持った状態でホチキスをですね反対向きにしてですね、反対向きにしてくださいね。でないと顔が傷ついてしまいます。で、斜めにしてつっつけた状態で、ホチキスをカチャッと、こんな感じです。で、反対側もですね、同じような角度で、カチャッと、つけましたね。そうするとですね、こういう感じになります。ちょっとマスクに対して斜め左側の方にこういう感じで接続ができたと思います。で開きます。開いたら顔につけていただいて、でそれでですね、ここでポイントなんですけども、メガネをはめていらっしゃる方はこのクリアケースの上にメガネの鼻受け、鼻
鼻の上に乗っている乗っかる部分をですね乗せていただいて、でまあ裸眼の方はまあさほど気になさる必要はないですけども、こういう感じで自由に、ある程度自由が効きます。こんな感じでですね、これで出来上がりです。で普通にマスクをかければ食べれるマスクの完成です。そして最後はですね、先ほど作ったマスクケースにスポッと収まりますので、これでできていって完成です。これでどこでも持ち歩いて食べれるマスクとして、マスクをしながら食べれるということで考案させていただきました。で余ったこのクリアファイルはですね、まだですねこの部分をまだつながっておりますので、まあ、あと2つは作れますね。あとセロテープとかでこの端を一つの端をですねつなげていただければ、クリアケース、1枚のクリアケースで1つのマスクケースプラス食べれるマスクが3つできるということになります。これ作り方は以上です。もしよければチャンネル登録をしていただいて、グッドボタンもよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。マイクでした。Dick.